お疲れちゃんです。ラップです。そしていらっしゃい、焼き鳥です。そしてはいよ、てるです。よいしょ、はい、今日はですね、はい、僕ん家に焼き鳥くんと天王とかがね、泊まりに来たというわけで、はい、久しぶりにコラボ動画撮っていきたいなと思います。というわけで、今日はね、まあ、3人集まったからこそ何しようかなと思って、うん、結果バトルするしかねえよなっていうのでめちゃくちゃ普通の決断なんで、まあ、リーグねオフ中っていうのもあってガチバトルをやりたいなと思います。でも、まあ、普通のねガチバトルじゃなくて、はい、まあ、若干お遊びを含めた、はい、あの指定カードね、お互いに前カードを指定してそのカードは絶対使って、まあ、バトルするっていうガチでねバトルするっていうのを何枚ですか？やりたいなと思います。で、指定カードは枚数は1枚 ?2 枚 ?3 枚まさか ?4 枚まさかえ、5枚まさか6? まさかいや、4枚です。それはやりすぎですね。やりすぎですね。6枚とかやりすぎ。何も動けなくなっちゃう。というわけで、4枚ですね。4枚カードをお互いに指定して、半分バトルね。なんで僕、まあ、一戦、焼き鳥と一戦、テンゴットと一戦ね、まあ、両方ボコして気分よくなろうかなと思います。一戦ボコしちゃっていいの？うん、で動画的にそれ申し訳ないけどボコボコにしちゃっていいの？気負けるから。いや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 久しぶりだから気合入ってんね、まあ、いやもうボコボコにする準備できてるから。はい、というわけで今からねちょっとカード4枚指定するんですけど、じゃあ僕からねもう焼き鳥にカードして4枚、ヒール、ヒール、ロケット、ロケット、ヤナアメ、ヤナアメ、ミラー、ミラー、はい、でこの4枚この僕はねこのスペル4枚ね焼き鳥に指定しました。はい、というわけでカモン、じゃあ俺の指定いくよ、うん、1枚目がヒール、おーパクんなよ。で2枚目がレイジ、おおなるほどね。3枚目がクローン、おおなるほどね。かわいいかわいい。4枚目がクロス、おおなるほどね。うわ全然なんか全然ありがたいなって感じ。えありがたい、あ言うね言うね。よしというわけで、まあ、今から、ね、まあ、1分1分ぐらいで1分天狗ってカウント1分でじゃあ天狗と全然、まあ、こっそり黙ってカウントしていて黙ってよし。というわけでこれ今からこの4枚に組み合わせるんですけど、意外と難しい。いやーちょっと待ってむずい。どうしようね。ヒールとクローンが全く合わないクロスを上げたと。そう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 、なるほど。むずい。いやむずいんだよマジ。どうしよっかな。ちょっと待ってやばい、1分だからね言うて早いで。あと30秒になったら言って、で10秒の時も言って、うん、うん、よろしく。むずい。あとね35秒。早い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 んだよな。ちょっと待って、むずいむずいむずい。残り30秒やべえなこれ。俺もやばいかも。あと30秒だよ。むずっ。これめっちゃむずくね。ガチだからね。うん、倒すよ俺、ごめんね。いやこういうあの短い期間で考えるのも結構大事だから、うん、実力ね。まあ確かにね。残り10秒よし。センスあるかも俺。7、むずい。どうしよう。4、あ待って、3、いやもうこれでいいや。1、よし、終了。というわけで、あ待って何あげたか忘れた。ちょっとあのちょっと返させて。1枚いや俺もともと考えてたから大丈夫。なるほどね、なるほどね、うん、なるほどね。よし、というわけで、まあ、早速ね、もう BO1 だからね。泣いても、はい、泣いても笑っても BO1 だから。よし、倒します。さあ始まりました。なるほどね。まあこういうこともあるね。多分僕の予想としてはあのクロスを僕にあげたということは、まあ、陸系のジャイかゴレかロイジェイを持ってきてるんですよ。ジャイかゴレかロイジェイを持ってきてるんで、それを、ね、気をつけて立ち回りたいですね。あ、なるほどね。ディグは？うわ、わかっ、え？ガイもするのこの人。え、さてはディガーだけで削ってくる戦法の可能性がありますね。まあもともとね、あの、あれだからね。そう、もともとなんかロケット使いだったからね、一番最初。そうそうそう、もうロケットだけで削っちゃうような人にロケット与えたのは間違いだよ。いやマジで性格悪いわ。うわ、よしよし、まあ、とりあえずね、マスケね、困ったらマスケみたいなとこあるよな。マスケ今めっちゃ強いからね。うわー、まあ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 全然全然、じゃこれがちょっといらないっすね。遊んでる。いやいや、うん、ガチよガチ。本当にミラー渡したっけ。渡した渡しちゃったな。ちょっと
うん、やべやべやべ、お互いなんか自分の得意デッキを相手に渡したような。よし、焼き鳥がクロス渡してラップがミラを渡すっていうね。あれお気になのにっていう。本当か？本当か？ビジネス、ビジネスカードじゃないのか？ビジネスではない。ないですね。いや勝てそうだななんか。いやリードはラット選手。まあ誤差誤差。クロスを上げてムートとかロケットをね、ロケット俺か。お互いねもう防衛が防衛しようっていうの。お、あまあそれね。とりあえずね、とりあえずゴブリンが飛んできた。10日交換と言えば、これむずいな。でもいや無人だよマジで。こっちもいや言うてそう、絶対そっちも苦しいはずだから。よし、やばっ。あのマスケットがちょっとだるいんでね。よし、まあ、ゆっくり行きましょうよと。はいはいはい。いや無駄にあっち戦いになってんだけど。いやそれもねゆっくり、あっちあっちっすね。あっちいいね。突破したいなこれマジで。お、ちょっとうわー、なるほどね。オッケーオッケー。マスキがねやっぱ地味に、いや待って、いやいいよ、残ってんのがだるい、メガネと。いやー危ない危ない。なるほどね。いやいや、うわーちょっとだるい。まあまあまあそりゃ問題ない。あ、本当か。いけ飛べ、これやばい。おい、だけ取った、来た、勝てるぞ勝てるぞ勝てるぞ。まあ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 、爆撃が、メガネそこで壊せばいいよ。オッケーオッケー、優秀か。えい、なるほどね。いいよ。言うてや。微妙な、いやリードでもない。言うほどリードもしてないっていう。さあ。そうですね。お。ああ、なるほどね。よしよし。でもこれ。痛い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 。ああ。ああ、地形取ってたし。いやーやったわ。よし。よし。こう。微妙な。レイジを使っていく。微妙な。まあ、レイジ発撃は地味に入るのか。よし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 、いいぞ。いやこれいきますね、これ勝ちたいですね。言うてよ、なんか泥沼味になってる。うるせえよ。うわ待って、ちょ待って待って、あのカードがない、カードがちょっと待って待って、落ち着け、お前でけ、え待って、これやばい、ミラーロケットくる、ミラーロケットくる、ちょ待って待って待って、落ち着け落ち着け、ちょ待って待って、焦るんでない、焦りでない。さあロケット撃って、やめろやめてくれ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 やめて、飛んでくれ。いやー甘いっすねラットさん、ロケットって。もう得意なデッキなんでねやっぱロケットは。くそー甘い。まあやっぱね、なるほどね。ちょっと実力が出ちゃったわ。分かった、もう実力が甘い、分かっちゃった。一試合これもうあの初見だったんでちょっと不慣れなとこがね。ああ、俺も不慣れですけどね。条件は同じですけどね。でもねこれでねもう次勝ち方が分かりましたよ。お、なんで俺経験者と戦わないといけないんだよ。というわけで、でもね、天狗とも見てて、なんとなくは。確かにもう分かった、もう分かった。まあ、温まりましたね。よし、OK。じゃあ、俺は見てるわ。あ、とりあえず指定から。はい。じゃあ、俺からいきます。1枚目、ヒール。ヒール、はい。ヒール。はい。2枚目、まあ、ミラーね。ヒールとミラーはゴミと。お前、怒らすなよ、俺を。レイジ。3枚目、レイジ。え、でも得意デッキまだある。4枚目、クローン。ヒローン、はあ、なるほど、なんか、はい、普通な感じ。よし、はい、いいよ。で、ガゴ群れ、ガゴ群れ、クロス、クロス、迫撃、あ、置物シリーズですか。置物あれ、これ、何インフェルノタワーで、え、普通に強そうじゃね。よし、なるほどね。はい、え、というわけで、1分間測ってください。じゃあ、行きます。よーい、スタート。なるほどね、そういう系ね。いえ、なんかめっちゃ意外な指定だった。よし、なんかテンゴットのはまあなんとなくわかるけども、あのね、もう経験者なんで。あ、もう違う、もう分かってる。違うんだよね、もう。よしよしよし、ちゃんと意図がある。よし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 って感じ。マンジ、なるほどね。さあ、あ、これさすがに2連敗するとマジで俺のチャンネルだからこれ。しっかりと分からせていく。あ、残り30秒です。早いんだよな。意外とね、やっぱデッキ組んでる時の1分って早いからね。やばい、あと20。うわ、どうしようかな、迷うね。4枚といえどね、結構悩むね、うん、はい、10 9 8 7 6 5 4 3 2。いや、ちょっと待って。1、はい、終了です。これ俺これで勝てんのか俺は。
自分で組んどいて。はい、はい、ということで、よし、じゃあフレバトよろしくお願いします。よし、行くぜ。お願いします。やったね。まあ経験者の力を、もうこれで負けたらもうラット最弱よ。経験してるのにだよ。よろしく。よろしく、まあ、とりあえずねスタンプで様子を見てると、ね、ういー、よし、まあまあまあ、焼き鳥くんのちょっと、ね、あれを借りようかなと思って。お、なるほどね。まあまあまあ、とりあえずディガー、うん、あのちょっとあの暇なんだこれ。ちょっと嬉しそうな手札回しだけど、まあ、暇なんだよ。いやいや暇すぎでしょそれ。どんだけ手札回してるの。いや本当に暇なのよ。よし、ラグメであげたってことは矢の飴を入れてんのかな。あー、まあまあ、愛おいしい。言うてね、矢の飴といえどやっぱガゴメで、え、でも矢の飴入れてるってことはボスペでしょ。それは確かに。いや、それは気のせいだ。かなり事故ってます。気のせいだぞ、それ。あー、ちょっと、誰。ウィーウェイ、ここがしっかり目立っていくと。まあ、クロス渡したからね。オレンジも、まあ、敵だましかな。いけ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 。おーおーおー、なんか、いいカード。地味にめんどくさい、確かに。スケはいい選択かもしれない。ちょっと待ってよー。スペル4つ渡してるからね、入れにくいと。なんて、マジで。あの、これ、詰んでるんじゃない。待って、待って、待って。ちょっと待って、あの、ナスのミラーレイジ。まあここでね、インフェルノタワーが活躍するというわけですよ。普通にいいカードよ、インフェルノタワーとかカゴムリは。まあでもね、まだここからなんか意図があるのかもしれないから。確かにね、まあね、まだ油断できない。フェイクとかありそうだな。舐めてますね彼らは、私の力を。ここはあえてと、うん、しかしたら私はこの程度じゃない。2倍から苦、うん、しそうだけどさっきから全然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 、もう回しやすい、軽いからさ。ああ、なるほど、やっぱり経過あるね、うん、回しやすい、ね、読みが当たってく、うん、当たってますね、なかなかいい。よいしょ。やっとデッキすごいデッキだな。あ、ちょっとあのやばいやばい、なんかもうテンゴットのデッキとか普通に強そうだもん。なんかカード全部見えるけど、なんかありそうなデッキ。あのテンゴットずるいんだよ、なんか。ずるいようなデッキを渡したのあなた。待って、俺のムートいかつくね。やばいやばい。めちゃくちゃかっこいいムート出てきた。俺のムートいかつくね。何それ。いや、なんかわかんねえ。俺もわかんねえ。ガゴムレ無双されてますけど。あの、ちょっと待って。ガゴムレが。なんでこれあげたんだろう、俺。コスト分ぐらいの仕事してるけど。じゃあ、アイスイズスケは、ちょっとちゃうくねこれ。これはいい選択。ちょっと待ってよ。デンゴト君。ここは当ててく。ちょっと待って。雲行きが怪しいですけど。え、早いって。なんで。え、でも俺のかっ俺のかっこいいムート。おー、ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着け。かっこいいだけ。かっこいいだけ事件が起きた。来た。あれ、いや、ラトさん、ラトさん、ちょ、一回回復するわ。ラトさん、あの実はね、タワー回復できないんですよ、ヒール。マジっすか、うん、これ意外と知られてないかもしれないですけど。マジっすか、うん、うん、いや嘘だろお前。嘘だろお前。どうしたヒール使え。散々使ってたやつヒール。お前、今日はラットがボコされる回ですか。なるほど、ド M だな、ラット。わざわざ自分がボコされる動画を上げるとは。ありがとうございます、はい、もう、あ、もしかして株を上げてくれたんすか。つれー、私たちのつれー。ちょっと待って、さすがラットさんです。こっそり練習しとこうかな、これ。してよ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、最後の試合もやってたよ。まあもう安定の4枚でしょ、俺の。確かに、テンゴットのはもう安定の腐る4枚、うん、なのにさらに2枚スペルを入れていくという。だって、これあげたら入れるしかないやんっていう、あの。じゃ、じゃああげるな。じゃああげるな。完全すぎる。自分の手札が縛られるようなのをあげちゃダメでしょ。というわけで、はい、はい、まあ、ちょっと難しいですね、普通のことでやっぱ違うと。4枚4枚指定があるとね。手札シャープとかいうあれじゃないもんね。そうだね、確かに、うん、まあでもね、いかに腐らせられるかみたいな、うん、そう、あのクローンとレイジを生かすようなあのランバーとかそういう系入れてくる読みでトリネも入れたんだけど、あ、思いのほうがラットがジボってましたね。狂ってる、してった考え方狂ってるんだよ、うん、狂ってる、うん、はい、ってな感じで、この4、こういうところが読めない。ああ、確かに、うん、そう、あの、ね、いいところ俺の、確かにね、ありがとう。怖いところはそういうところですね、うん、そういうところです、まあ、結果僕の勝ちみたいなのがありますね。なんで、それはないけど、うん、ない、それはないけど、うん、というわけで、あの皆さんもぜひね、この友達とかと何枚してとか何枚してとかやると
意外とね、普段僕あの天国とか逆転に勝つんですけど、いやそれもそう、こういうのがあるとやっぱね勝利が変わっちゃうんでね、結構楽しいと思います。まあ俺に関しては多分結果変わらなかったけど、してありでもなしでもね、はい、ってわけですごい流してくやお二人のねチャンネルも貼っておくんで、あのあとテンゴットの方では分かんないですけど、焼き鳥の方ではねコラボ動画上がるんでね、ぜひそちらも久しぶりにねコラボなんでお願いします、見てみてください。ってわけで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。では、バイバイ。